こんにちは。あさこのクラフトメモです。今日はこの三角形の小銭入れ、コインケースの作り方をご紹介したいと思います。このタイプのコインケース、革で作ってあるのをよく見かけますよね。布でも作ることができるんじゃないかと思ってパターンを作ってみました。 コイン以外にもアクセサリーやイヤフォン、ちょっとした小物の収納に便利です。簡単で可愛い三角形の小銭入れ、早速パターンを作っていきましょう。一辺の長さが 25cm の正三角形を描きます。この辺はお好きなように書かれると良いと思います。まず底辺の端から少し離れたところに印をつけ60度の角度を測ります。その印から2 5ンチ離れたところにもう一箇所印をつけます。その印から それぞれ内角が60度になるように角度を測り、線を引いて正三角形に仕上げます。型紙をカットします。型紙の1センチ内側に 縫い代の線を引いていきます角にカーブをつけていきますドリップクリームの蓋の部分がちょうどいい大きさだったのですがこの辺はお好みで なさってください線に沿ってカーブの部分を切り取ります内側の三角形も切り取りますこの三角形は接着芯用の型紙こちらは布地用の型紙となります あともう一つ5、5cm×5cm の D 缶をつけるループ用の型紙も作っておいてください。材料です。接着芯、裏布、の表布の、D 缶、スナップボタン、ハサミなどのカッティングツールと型紙を用意してください。 型紙を配置して布をカットします。表布1枚、裏布1枚、接着芯2枚は接着芯用の型紙を使用してカットしてください。鉛筆やチャコペンで型紙を布地にトレースしてカットしていきます。 表布、裏布、それぞれ1枚ずつ、接着芯2枚、D 缶用のループ用の布1枚をそれぞれカットしました。D 缶用の布にアイロンをかけ、四つ折りにします。 表布にアイロンをかけ、約1センチの縫い代幅を取り、接着芯を貼り付けていきます。接着芯を貼り終わりましたら、裏布と中表に合わせ、 仮止めします。接着芯を貼った左の角から2センチほど離れたところに D 管を通したループ布を配置して仮止めします。 D 管用のループを配置した同じ辺の反対側の方に5センチほど返し口を開けておきます接着芯をガイドラインにして表布裏布を縫い合わせます開き口の縫い始め縫い終わり D リングを取り付けた部分は 返し縫いをして補強しておきます。反対側に返して、この縫い目に沿って接着芯を重ねてアイロンで接着していきます。 角のカーブに切り込みを入れて余分な縫い代をカットしていきます縫い代が8ミリ程度残るようにカットしてください次に縫い代を 裏側に向けて倒し、アイロンで折り目をつけます。角の部分、少し折り返しにくいのですが、気をつけてアイロンで折り返しておくと、綺麗に仕上がります。返し口の方から表に返していきます。 ちょっとしっかりめの接着芯を使っているものですから、まあ、返しにくいかと思いますけれども少ししずつゆっくくり返ててあげてください。表に返しましたらこの三角の角の部分お箸か何かで優しく押し出して。 カーブを出してあげてください。手で生地を少し整えていきます。生地を軽く整えたら。アイロンでさらに生地を綺麗に整えていきます。 アイロンが終わりましたら、返し口の方にステッチをかけて閉じます。この今回返し口の部分にだけステッチをかけたんですけれども、このぐるっと全体にステッチをかけてもいいと思います。D リングのついてる方を底辺に見立てて、半分に折って少し折り目をつけます。次に三角形の頂点を この中心線に合わせて折り曲げ、軽く折り目をつけます。右の角を折り曲げ、軽く形をつけます。その上にループがついている方を折り曲げて、また軽く形をつけます。ここで少し微調節をして、あの、いい形になりましたら、アイロンをかけて折り目をしっかりとつけます。 スナップボタンを取り付けます。この正三角形のちょうど真ん中ぐらいの位置にボタンを取り付けます。あのお好きな位置につけてもいいんですけれどもあまり下の方につけすぎるとちょっとあのスナップボタンを取り付けにくいのでその点は注意なさってください。目打ちで印をつけてその印のところに えっと、ボタンをはめ込んでいきます。突起がある方のボタンを上部に配置してあります。専用のプライヤーで押さえて、しっかりとボタンを取り付けます。このタイプのスナップボタンが手元にないという方はですね、えっと、普通の縫い付けるタイプのスナップボタン、 を使用なさっても OK だと思いますスナップボタンを押さえてちょっと形をつけてこのボタン付け位置を決めますこの2枚重なっている布大体いい同じ位置になるように2つとも穴を開けてくださいこの部分ですねちょっと厚みがあって ボタンを取り付けにくいんですけれども、この周りの方をしっかり押さえてあげると、綺麗にボタン付けができると思います。このへこんだ部分のスナップボタンの方を、こちらにしっかりと押さえて取り付けます。ちょっと厚みがあるので、このプライヤーのカップの方に、 ボタンをはめ込みにくいのでまず外側からちょっと軽く押さえて安定させます。そうしましたらこの土台のボタンの方をこのプライヤーのはめ込み位置にはめ込んでしっかり押さえてボタンを取り付けます。もうここはしっかりぎゅっと押さえてあげてくださいね。ボタンがしっかりついているか確かめます。 ここでちょっと緩いようでしたら、またこのプライヤーで押さえてあげてください。はい、これでこの三角形のコインパース出来上がりました。ちょっとこの開けて、このペラペラっとしたところが気になる場合は、あの手で縫って押さえてあげてください。この小銭入れですね。 コインも意外とたくさん入りますし、あの入れ口が大きいのでコインも見やすいし、意外と使いやすいと思います。その他にもちょっとした小物、クリップや編み物のダンスリングなどしまうのにもいいと思います。三角形の小銭入れ、コインケース、小銭以外にも色々使えますので、いろんな布で作って楽しんでください。 ご視聴ありがとうございました。